どうもこんにちは。九州新幹線で鹿児島中央までやってきました。鹿児島中央駅は観覧車はあるし、イルミネーションはあるし、すごい派手な感じがします。それでは、なんで食べたので格安ホテルに向かいたいと思います。格安ホテルの定義ですが、最近の物価の高騰が激しいので3500円一泊くらいでしたが、4000円一泊から格安ホテルと定義したいと思います。ホテルが見えてきました。 Google で調べると、ここはなんと三つ星ホテルです。どうやら1階は飲食店になってるようです。今までにないおしゃれな感じがします。それではチェックインします。カウンターを過ぎると食堂でしょうか。朝食はなしにしましたが、豪華な感じがします。バイキング形式でしょうか。照明は間接照明が使われており、絵画や調度品が置かれ、雰囲気がいいです。それでは客室に向かいます。なんかゲームの中に出てくる館のような雰囲気です。これは今までの格安ホテルにない雰囲気です。廊下に調度品が飾られてるのがすごいです。ちょっと見てみます。さらに進みます。アンティークな雰囲気がいいですね。照明の使い方も他の格安ホテルとは全然違います。高級な家具が使われてます。しかし、この椅子に座る人はいるのでしょうか。それでは部屋に入りたいと思います。部屋もやっぱり独特な感じです。とりあえずドアをロックします。ドアは重厚な感じがします。当たり前ですが、ハンガーがあります。部屋をぐるっと見てみます。角のせいか、ちょっと部屋の形状が面白いです。もおしゃれな感じです。ここのホテルのすごいのは、トイレとバスが別々にあります。こんなホテル今までありませんでした。右がトイレで左がバスです。冬で寒いので暖房をつけます。この辺りは全く問題ありません。空気清浄機もありますので稼働しときます。ここに何か案内みたいのがあります。テレビは普通に見えます。ホテルの案内板は特にありません。
パジャマはテレビの下の引き出しに入ってました。ここのホテルのカードでしょうか。トイレを見てみます。作りがタイル張りで昭和の雰囲気がします。歯ブラシやひげ剃りは当然ありますね。トイレもウォシュレットがありますがちょっと古いです。ボタンを押してしばらく時間が経たないと使用できないウォシュレットです。この蛇口もまた昭和の雰囲気がします。一応温水と普通の水が出るようです。ちょっと独特のトイレですが清掃がしっかりされていてバシッと分かれているのがいいです。今度はバスを見てみます。こちらはリニューアルされてる感じがして古いとは感じません。それではお湯を止めてみます。お湯は問題ありません。もちろんシャンプーはいいものが揃ってます。タオルも綺麗です。サービスで天然水をもらいました。冷蔵庫に入れます。冷蔵庫があるとやっぱり助かります。西郷さんの絵があり温泉かなんかの水でしょうか。もちろんフリー Wi-Fi もあります。お茶もあります。湯沸かし器があるので朝飲もうと思います。これは除菌スプレーですね。机の引き出しを開けてみます。いつものパターンでホテルの規約や案内があります。椅子がまた年代物のおしゃれな感じです。絵画が額縁で飾られてるとこがオーナーのこだわりを感じます。それでは共有スペースに行ってみます。電子レンジや氷、ビデオのカードはここにあります。なんか良い雰囲気です。先ほどのおしゃれな食堂です。ここは会議スペースでしょうか。いつものベッドをティックしてみます。ちょっと寝転がってみます。このアンティークなベッドはなかなか上々です。枕も3つあります。もみ殻、硬い、柔らかいなどでしょうか。ふわふわで良い感じです。この帯は何に使用するのでしょうか。明日の朝早いので、そろそろ就寝します。それではおやすみなさい。朝になりました。おはようございます。それでは、テックアウトの準備をしたいと思います。お湯を沸かしてお茶を飲んで、目を覚まします。
ホテルでの朝の一杯は美味しいですね。お茶の後は片付けをします。バスは特に問題ありません。トイレもきれいに使いましたので問題ありません。リモコンをマットの位置に戻します。空気清浄機を停止します。ペットボトルはまとめときます。忘れ物がないか確認して部屋を退出します。この廊下の雰囲気はやっぱり素晴らしいものがあります。最後によく見ていくと絵画などが飾られてて大変素晴らしいです。この階段の踊り場も何とも特徴的でした。それではテックアウトします。今は朝の6時なので外は真っ暗です。ここのホテルはアンティークの家具や間接照明を使い、他のホテルにはない雰囲気を醸し出しています。鹿児島に来た時はぜひリピートしたいと思います。格安料金の割には満足度は非常に高かったです。それでは今から鹿児島中央駅に向かいます。さすがに早朝はイルミネーションが消えて静かな雰囲気です。まだそれほど人通りはありません。それでは、指宿枕崎線にて、指宿方面に行きたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。